多賀神社は、道の区国宮城郡の縁起式内社で、宮城県多賀城市六月坂、高崎にある神社である。浮島神社も、縁起式内社の宮城郡多賀神社の論者の一つである。大見国の多賀大社から誕生している。延暦15年に、朝廷より15位下の深海を受けた。その後、多賀城の衰退とともに、神社も衰退し、所在不明となり、 むつくにいの宮の塩釜神社では、延京2年の塩釜社記において、現在の多賀城廃寺の塔跡がある、塔の古主原の祖石跡を、大子の大子孫、多賀神社の跡地と推定していた。仙台藩が提出を命じた、風土記号用書き出しでは、浮島村の村鎮重浮島神社が、多賀神社とされていた。甲州多賀神社を御館定、社の盾学は、 多賀明神の四字と明記している。高崎村の正名、唐の古市にある、村鎮守、新名社は、風土記後要書記だし、高崎村には、御感情は不明とし、多賀神社との関連も触れていない。代わって、唐の古市源には、七道が乱在の五重の刀建て高跡の湯を、伝承として記し、今も、石場正山井猿工事と、祖籍が露出していたことを記している。 神明社と廃寺跡祖跡群では、照明が異なっており、位置関係は隣接はするものの、わずかにずれていたものと見られる。明治20年代以降に、この神明社が、多賀神社を名乗るようになった。大正8年に、史跡名称天然記念物保存法が交付、施行されると、大正11年に、廃寺跡は、多賀城跡と共に、富士石として、史跡指定された。 この廃寺跡は当時、大技から、高崎廃寺と呼称された。主催神は、武見和の地と、共通主名の二神。天寺皇大臣、熊戸神、菅原道真も廃止する。道の区国の国府だった、多賀城の南東、多賀城廃寺の隣に鎮座する。式内社、道の区国宮城郡多賀神社、旧社格は尊社。明治5年9月、尊社に、加列された。 その後、留ヶ谷の新名社と天神社、東田中のしびき神社を合資した。社殿は、多賀城廃寺跡の陶器壇上に鎮座していたが、昭和40年に多賀城廃寺が国の特別史跡に指定されたのに伴い、現在地に遷宮した。社殿は、平成13年に改築された。多賀城成長聖殿のほぼ真北に鎮座する6月坂の多賀神社には、イザなぎの、 イザナミのウマ総本社、タガ大社と同じく竹で編んだタガが多数奉納されており、現在、タガ城市教育委員会が公式に認める演技式会社、タガ神社であり、教育委員会による氷柱や案内板も整備されている。旧社地は、現在地の北東約50メートルにあり、6月坂地区の発掘調査や環境整備事業によって、現在地に遷宮している。 戦後前は鳥居も完備していたが、現在はない。市川村の安永風土木書き出しには、神社は村鎮守の総社明神社、荒幅木神社、白山社、八幡社の四社を掲載するのみで、この神社は書き出しされてはおらず、社殿の詳細は不明である。東日本旅客鉄道東北本線、国府賀城駅より徒歩5分。ありがとうございます。